皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回ですね、今や希少物件となったであろう、ブロンプトンの M6R に関して、ご紹介でございます。まあね、もうブロンプトン自体がね、もうモデルチェンジらしいチェンジっていうのはもうできなくなってるというぐらい完成されたものですので、機材に関して死の子の言うことはありませんで、これですね、あの新色のクラウドブルーと、これが来ておりますね。その M6R ですね。だからブロンプトン現ラインナップですね、あの P ハンドルがなくなって以降はブロンプトンとしてできることを最も幅広く、備えたものであるというふうに考えています。脚力があればスピードをビュンビュン出すことも十分可能だし、バックですね、ここのフロントのここの空間が一番大きいので、物をたくさんフロントにね、ボンと物を積んで、バッグにあの傘の張るようなものを入れても OK というぐらいの積載能力があり、で6段変速であのギアですね、まあ、いわゆる20段変速とか27段変速とかあの辺と一番軽いのと一番重いのの、幅はほぼ同じぐらいで、それをあの6等分するという形になりますけど、最もギアレンジが大きい車両ということですので、荷物積んで峠を越えるとか旅に出るとかいうこともできますと。でその上でね、街中で使う自転車はメイドフォーシティーズっていう風にね書いてますけど、そういう車両であることをもう動かしようのない事実でございまして、通勤用だったりとかいう風な使い方もできるし、旅にも使えるし、で BWC で行くぜとなれば脚力さえあればもう十分答えてくれる、そういうような走りができると思います。でそういうブロンプトンですね。だからなんだかんだ言いながら今一番売れているのは実は M6R とか M6L が売れてるんだよというようなことは聞いておりました。うちでもその傾向はもう何年も前から変わらずにやっているところでございます。で昨日もねちょっと商談をしたんですけども、やっぱなんだかんだ言いながらですね、もう僕も20年近くブロンプトンに乗ってますけど、ブロンプトンをですね超えるような車両っていうのはちょっと正直難しいです。それぐらいやっぱよくできてるなと思います。いろんな車両ですね、新型が出るたんびに、まあ、試しに乗ってみましょうとか試乗車として導入しましたみたいな感じでいろいろ乗るんですけども、でそのねいろいろ新型が出たなと乗って、あすごいねこれはよくできてるねという頭でブロンプトンに乗ると、やっぱブロンプトンはようできとるわなというところにいつも落ち着いて、だ気がつけばそれが20年繰り返してる、そんな印象ですね。で、なんていうんですかね。昨日もね、ちょっとお客さんにお話ししましたけど、まあいろいろね、あの5万円の打本からスタートしたとか、紆余曲折を経て、まあ数年後にあのブロンプトンにたどり着いた人といろいろお話をするとですね、まあ結局ブロンプトンになるんだったら最初からブロンプトンにしとけよかったですねと、僕の知る範囲でほぼ 100% の方がおっしゃいます。だから最初からこれ行くっていうのはなかなかね、資金的なところもありますから難しいと思いますけど、まあ紆余曲折を経て、ここの境地にたどり着いた人のやっぱ発言は重いなというふうに思っておるところです。まあ何を隠そう私もその一人だなというふうに再確認をいたしました。